さんんこにちはもよろししくお願います中村さん現役時代のライバルキャッチャーセ・リーグのキャッチャーの方たちのお話をお聞きしていきたいんですけどいやまず結構今投手王国っていう話あるじゃないですか俺の字はキャッチャー王国だったので一応。う各チームレギュラーがいたのでしかもほぼフル出場する。 キャッチャーレギュラーキャッチャーだったので、はい、ライバルなんてもうそんなにもう僕なんてもう全部追い越されていったので <laughs> まあその中でも、はい、まあ当時、まあ、中止は僕がいてヤクルトフ古田さんが来て、はい、ね今の横浜ですよね、はい、谷繁がいて、はい、で広島は西山がいて、はい、阪神は山,山田がいてって、はい、そのメンバーだったんですねほぼレギュラーだったんです まあその中でも一番最初に一軍で出たのは俺だと思うんですよ。そうですね。はい。そうですね。あの、入団とか、うん、あれしても。まあ、一年ぐらいの歳ですからね。うん、え正直、古田さんの一年目は、心配しました。うん、大丈夫なのかキャッチャーできんのかな。うん、細いし、うん、なんか、 怒られますけどなんと見た感じ弱々,弱々しいし、うん、なんか秀才君みたいな感じですね頭,、まあ、頭のいいなんか眼鏡もちょっとね眼鏡かけててっていう。っていうイメージだったんですね。で、ね、谷繁選手はなんとなくやってることは似てる感じはもうドロドロになって練習してたタイプなのでただまあ 俺よりはもう気は強くて我は強いなっていう感じはしましたね、まま、負けず嫌いというかそういうなんかまあお山の大将みたいな感じになるだろうなというなんかオーラはありましたね。でまあ西山はあのー、広島西山は全くまあ何となく野球が似ててまあ仲も良かったんですけど。はい まあ、何のオーラもない二人だったですね。ねはい、なんで仲良くなったんですか、西山さんとは。なんか広島の選手はね、仲いいんですよね。一、ね、応広島って、そういうもんなんですか。星野さんと山本耕史さんは仲良かったじゃないですか。ちなみに、それなんで、星野監督と山本監督な仲かいいけど、ね <laughs> ね。一応、一応、打倒巨人で燃えてた二人だったので。あ 一応、ね、情報交換とかしたりなんかしたり年もね1個違いなので近いとかもあって選手同士でしゃべったら怒られるんですかでもそれでも星野さんにはいやそれは大丈夫です、はい、広島は、えー、全然大丈夫ですあと阪神の、まあ、山ちゃん山ちゃんって山田がいてまあ阪神はねちょうどその時は本当にもう氷河期でもうね弱かったっす 正直結構本当に本当に弱かったですよね。本当に弱かった。もう阪神に負けたらペナントの A クラスのないっちゅうぐらい弱かったです。三年間ぐらいは。だからまあ山ちゃんは大変だったです。ピッチャーもいないし何も打てないし一巨人が村田さんです。村田さんですね。でも当時のキャッチャーって比較的バッティングも やっぱちょっと今よりは打つ選手多くないですか。みんな打てなかったんですよ。はい。最初は。はい。その中でもまだ俺がちょっと打ってたぐらいかな、うん、という感じはあったんですけど。はい。もう一番びっくりしたのは古田さんの2年目からですよね。3割4分。はい。うもう何何が起こったの？体もちょっと大きくなって、<laughs> 何が起こったのってぐらい打たれて、<laughs> えー、もう本当に1年目のあれなんだったの夢だったのっていうぐらい。<laughs> もう凛々しくなって。何やっても卒がなくって。あれ要因何なんですか三割四分も。ういや、野村さんじゃないですか違うんですかね?。ね、キャッチングが抜群に上手くなってて。どうやってこう、こう、でやるんだろうともう。本当に。びっくりしました。プロ入ってより上手くなってるんです。よキャッチングはもう。か、もともと技術はあったんですけど、まあ緊張。 時間とかねそういう環境の中で、うん、もうすごかったですよ2年目からはうーんそうなんですね、うん、でだって2年目打った後からもだいぶデッドボールも2桁になってそうなんですよ今、ね、もし見てられた上ここで僕は何を隠そうあの古田さんには一番インコースにサイン出した <laughs> 人間だと思います 申し訳ありませんでした <laughs> も中村さんもクラインコース攻められてるじゃないですかでもヤクルトのピッチャーにはそんなには食らわなかったです<ー>はい、えー。でもやっぱりねやっぱ技術の上に技術があるんですよね古田さんは、はい、もうそれを逃げな中打つんですよもうね感動しますよでも <laughs> だって状況的にもう、はい。 ね、相手中日状況的にもう本人も来るだろうなと警戒しつつ、はい、アウトローを打ちますからね,ね<ー>もうすごいもう技術の上の技術ですか僕の背景を読まれてるかどっちかです <laughs> で、まあ、バッティングもねもう本当に年々ねパワーもついて長打力も出て、はい、ねもうとにかくやっぱ、はい キャッチングとスローイングのね、正確さがすごかったですよ。ね、あの、ブロッキングで言うんですよ、ワンバン。はい、古田さんは、あのー、あんま。無理なとこ、は体を持っていかないですよ。僕らは。体を持っていくんですよ。もう見た目の問題だけですよね。<laughs> 例えば、こうやって取って、落としたら、すごい怒られるじゃないですか。はいはい、一応。 で、姿を見せておけば、まあ、しょうがないで済む時はあるんですけど、うん、でそのキャッチャーのブロッキングのイメージを変えたのは古田さんさあとあとシングルキャッチで取るっていう昔は、まあ、一応こう両手で取りなさいとか、うん、そんな時代だったんですまだいやもうそれはもうだから古田さん90年からプレーされてるからもう完全に変えてますね、うん、で古田さんが変えたと思いますでもちろんん古田さんが結果残したから、うん それがもう正解なんだって。理論的にもそうですもんね。手の方が早く動くし、はい、両手でいくと体も前に出るし、悪いことばっかり。<laughs> ただ見た目だけの問題ですよ。で、だんだんあの変化球もその緩い緩いっちゃおかしいですよ。まあ、そういう緩急の日が体もついていくんですけど。最近やっぱ早い変化が多いので。やっぱ体持っていくるともう間に合わないわけですよ。はい 古田さんこうシングルでまたあの人うまいんですよものの見事に撮るんですよでそれは僕らも厳しい環境の中でそういうふうにした方が撮れるっていうことで一応お許してもらったことあるんですけど <laughs> でも弾じいたらすごい怒られてましたけど <laughs> まあそれが抜群に古田さんうまかったっ<ー>、うん、感動感動したっていうか、はい、ベンチで見てて うん例えばあれ9回だと思うんですけどもうフォークボール僕から投げてるんですよ古田さんがサイン出して、はい、もうそこにワンバン投げてるんですよみんなランナーサードいるんですよみんな止めて<ー>いやこんな配球ってあんのかなと思って意外と配球の中でもね勇気を持った配球というか僕らはね出したくても ランナーっで後ろをそらして1点取られてたらねすごい怒ら,怒られたので、うん、まあっすぐいってももしかし打ち取れるかも分からないって打たれたことが多かったんですけど、うんうん、古田さんやっぱりすごかったですね配球も、うん、やっぱ強気で、うん、強,気強気というか決めたたことはもうやってましたよね、うん、なんか負けた後の移動のバス古田さんがいる側は本当に重い空気になるってあそうなんですか宮本さんはおっしゃってましたね。 悔しさがバス中になんか行っちゃうらしいですよ、うん、<ー>まあそういう,ふうね外見もそういうふうには見えないんすけどやっぱりそうなんでしょうね。うん、谷重さんは谷重は本当にまあ結局まあ大山の大将みたいな感じなんですけど、はい、まああれもあれもっちと思いますけど彼もあの。 どっちかとというと練習し,し,しまくってね技術をだんだん上げてきたタイプなので、ね、ただやっぱりナンバーワンのセカンドへのス,スローイングはやっぱ谷繁ょうねやっぱりそこは古田さんよりもすごいと思うやっぱ取ってから速いですよだからまあ僕が見てる中でやっぱりナンバーワンの盗塁、うん あとは、配球がもう、まあ強、強気っていうか、すごいですよね。はい、やっぱイン,インコース、バッターの体の近いボールを使う配球がものすごく上手というか、はいはい、ピッチャーに投げさす何かを持っている首振らせない顔を持ってる、はいるピッチャーこう睨みつけてサインです、ね。<laughs> <laughs> だから中日も強い時代、谷口がキャッチャーだったじゃないですか、はいはい、もちろんピッチャー陣がいいとか、球場が広くて防御率がいい、いやそれだけじゃないですよ、やっぱり彼の配球が、やっぱり抜群に生きてますよね。より一層広い球場の中で、みんなやっぱりバッターもね、そんなにインコース来ないっていうところを上手にインコース使ってたから、うん、やっぱ勝てたと思いますよ。 配球とスリングはやっぱすごかったですよね。うん、今中日にコーチでやられてる西山さん西山はもう僕と一緒なので何のオーラもなく、はい、何のオーラもなく <laughs>、あのー、どちらかというと,せういうと接待野球接待野球みたいな感じですね。接対<え>、はい、で接待で接接対野球もういつも二人で愚痴愚痴言ってるだけですよ。 僕と先輩はエラーでも古田さんは記録エラーつかないですねとかそんなくだらないことばっかり勘弁してくださいこのピッチャーストライクも入らないでどうのこうのもう愚痴愚痴の言い合いです <へー S 1> でもなんか面白い方だっていうようなお話を何かお伺いしましたなんか面白い,面白いねものすごく野球知ってるんですよ、うん あんな感じですけどいや本んにまあ分かんないですよねあんな感じなんですけどや本当にまさしくあんな感じなんですけど、はいはい、野球はものすごくせ繊細というか、はい、よく知ってるだからでそんなにまあ本当にね西山には怒られるかも分かんないですけどバッティングにしても走塁にしてもキャッチングにしても全てのでもう似たり寄ったりなんですよ俺と西山ね。 でも、まあ、その中でもなんかチ,ームチーム内ではなんか人気があったというか、はい、信用されてたというかピッチャー陣にね、まあ、それはあったんじゃないかなと思う、うん、結構、もう立浪監督の、ね、横にいら,いらっしゃる感じででも強いですよ、ハートは強いし、あのー、本当に野球よく知ってるので人があんまりこう注目しないところをすごく注目できる。 あのー、キャッチャーというか、うん、だから今、立巳監督の横についても、まあ、いいバランスでね、やってると思いますし、うん、ただ、何がいいって言ったら、もうな何もいいのないですよ、バッティングもそんなによくなかったし、スローイングもそんなによくなかったし、キャッチングもそんなによくなかったし、うん、いやいや、いいで,ですよ、で本当、えー、に。 気持ちが通じ合ったキャッチャーかな、うん、ーその頃に現役中も交流されてるわけですよね例えばシーズンオフになったらちょっと一緒になったりとかもすることもシーズンオフはそんなにねなかったんですけどもう、あのー、シーズンも終わりかけの時に中日広島戦とかあったのね、はい まあちょっと飯食いに行ったりそういうことはありましたけそこで本当にぐ愚痴の言い合いですよ自分らの理想を喋ってるだけですよ <laughs> いやこういうチームこういうピッチャーを受けたいなとかこういうふうにや,や,やってみたいなとかな俺なんて毎日こんなことで怒られてて、うちもそうですよどうやったらスローイングがよくなるかどうやったらバッティングがよくなるかそんな会話何もないですよ。<laughs> ままああでもまあ本当に楽しかったですじゃあ当時の阪神大変でしたよね山田さんは山ちゃんは同情しましたねとにかく阪神じゃなくてよかったと思いました、うん、もう例えばあの時代に古田さんが行っててもやっぱり無理だと思います、うん、もう世界で一番すごいキャッチャーがいってても無理だと思います、うんうん、まそれだけ選手もいなかったし、はい 特にピッチャーがね弱かったので、まあねあの毎日消化試合を消化してるだけの状態ですよね。うん、バッティングまであ打てなくなっちゃいそうですよね。古田さんが言ったとしてもね、なんかそれだけチームの大変だとね。うん、監督は野村さんですからね。<ー>うん、野村さんのコンピューターがちょっと狂っちゃったんですよね。 <laughs> いやヤクそのこの間宮本慎也としゃ,べしゃべったじゃないですか、はいまああいう、ね、コンピューターがぱっとできる、ね、選手がいれば、ねうん、ちゃんと機能して強いチームになるんですけど分かってても、ね、機械が動かなきゃ何もなんないので、うん、やっっぱああいいう結果になっちゃいますよね、うん、あと最後、巨人、村田さん。 村田さんは唯一そのメンバーの中でも兄貴分ですよねよく話を聞いてもらいました昨日もやられたのかって言って村田さんもでも本当に今一番実際にデッドボールで怪我されてることがうん、うん、多いじゃないですかやっぱ巨人のキャッチャーっていうのも、ねうん、当時は注目もされるし やっぱ厳しいめになるんですか、ね、か村田さんは本当に怒られますけどなんか本当に巨人のユニホームが似合わなかった人ですでもものすごく慕われてたんですあの選手にはね巨人の、うん、これはあのあの巨人の選手も聞いてもう兄貴分ですよね、はい、あの人がもう締めてたぐらいあの位置的にはすごい、うん、でも巨人のユニホームは一番似合わなかったという。な、はい、なんんかかでも言われたなんか 確かに、まあ、なんかちょっとだけ分かる気もするというか、うん、カラーという,うかな、うん、でもねあのすごい話も聞いてくれるし、まあ、気持ちを分かってくれますよねお前今、高橋おん、お前今こ,んなこういう状況でこうやってけど頑張らなあかんぞとかね、うん、あの違うチームでも、まあ、キャッチャーの気持ちが分かるキャッチャーのこれ多分僕だけじゃなくてみんなもそうじゃないですかね。 なんで当時は今みたいに平養じゃないというかなるべく一人でっていうそれは時代が変わるん何,<ー>何なんですか一番の違い,っていやもうそれが目標ですからね僕らも一試合も休まないっていうのが、うん、でまあねいつの時代か少しね休、ままあ、それもいいかも分かんないですけどなんか、ね、試合に出るのが目標だったので,で出るためには成績も残さないといけないし。うん そういうとこで戦ってたのででも、まあ、キャッチャーは打てなくても、はい、チームが勝っていれば試合出れるじゃないですか、うん、そこが大事だったので本当にでもしんどいですよね130試合とかでいやもう一周ですよたかが一試合休んだところで疲れも何もと逆に疲れるので、うん、なんとなく流れで出ていって、うん、まあよっぽどなんか 痛いとかね、うん、体調が悪い時はもう休まざるを得ないですけどもう疲れたとか、はい、そんなのはもう理由にならないので、うん、若いえでも例えば30代になってもう移動ゲームとかきついとかってないんですかキャあ全くないですねでも鍛えられた足腰の強さも違う可能性すら、うん、いや、はい、なんかもう試合にもう出ることがもう、うん、で出だした頃は結構 あ今日試合出るのかなとか出ないのかなとかあの今みたいに前もって言ってくれないので、うんね、そういう不安とかねのはありましたけど、まあ、ある程度出るようになってもう当たり前のように試合出るじゃないですか、はい、だから、まあ、別にその移,動だ移動だとか何にしてもそういう疲れとかは何もなかったですよね今日試合出るか出ないかって考えてる方が相当疲れますよね。 自分やっぱ今とかでも、今って運動とかされてるんですか、中村さんって。全然しないです。やっぱりでも足強い、足、腰は強いんじゃないですか。いや、強くないですよ。もう筋肉なんで、ゼロ、ゼロ通り越してマイナスになってるんです、えー。どういう太さなんですか。はい、それはそれ。<laughs> 何なんですか。その。<laughs>